21年間イギリスに住み、イギリスの国籍を取得します。その後2002年からはタイに、そして2009年からはフィリピンに住んでいます。ウィッシュはこれまでにプリンセスクルーズやクリスタルクルーズ、そしてキュナードラインなど様々な客船で仕事をしてきました。その経験を生かし、このアスカでピアノを弾くことを大変楽しみにして乗船してきました。ウィッシュは3日後のナポリにて下船予定です。今夜は皆様への感謝の気持ちを超え、感謝の気持ちを込め、フェアウェルコンサートをお送りいたします。7時からのこの会は I will see you again、 また会いましょうと題し、世界中で愛される再会や愛の曲をメインにお届けいたします。どうぞ最後までごゆっくりとお楽しみください。それではお待たせいたしました、ウィッシュによりますコンサート、最後までごゆっくりお楽しみください。皆様こんばんは。今日はお越しいただきありがとうございます。ピアノバルやマリネルス高校パルムコールで毎日演奏しています。そこにはよくお見かけする顔がありました。皆様がリクエストしてくださるので、私も日本の音楽や文化がとても好きになりました。またアスカでお会いしましょう。I wish I could speak well Japanese. I just hope that you understand. So let's start my concert. I'm starting with short, light, piece of music, humoresque. そのためにまた日本語を勉強し、お伝えしたいということで、私も手伝って日本語の方を教えしておりました。まずはじめにお聴きいただきますのは、アントニン・ドヴォルザーク作曲